千歳鉱山は、北海道千歳市美礘に存在した鉱山。現在の美礘川上流に位置したことから、美礘鉱山とも呼ばれた。熱水鉱床由来の金、銀鉱石を産出した。1933年、神石未踏同然であった、支笏湖西側にて、山科大野直澄が、金鉱石を含む鉱脈を発見。中島飛行機の子会社の中島鉱業が鉱業権を得て、1936年から採掘を開始した。山間僻地で鉱石の搬出は、愚か人夫の移動すら困難な場所であったが、鉱石の質は良く、北海道では、鴻前鉱山に次ぐ規模の鉱山となった。鉱山周辺は、人口が5000人を超え、企業城下町が形成され、小学校、郵便局、役所の支所などが建設されたが、第二次世界大戦中の金鉱山整備令により一時的な閉山を余儀なくされる。1950年には三菱金属鉱業が鉱業権を取得し、生産施設の近代化や合理化が進めたことから、生産量は戦前より伸びたが、企業城下町の賑わいは失われた。1977年、職住分離の方針のもと、鉱山周辺の住民は、千歳市街地などへ移転。生産施設以外はほぼ無人地帯へと戻る。鉱山自体も鉱石の品質低下が進み、新たな鉱区の探査も進められたが良好な結果は得られず、1986年、閉山に至った。開港当初の鉱石は、鉱山から美礘の支笏湖畔まで自社船の軌道を利用した泥っこ。船に積み替えて、支笏湖を横断し、対岸の王子軽便鉄道湖畔駅で小型貨車に積み替え、軽便鉄道で苫小牧駅まで輸送した後、国鉄の貨車に再度積み替えて、上川町の天童製錬所まで運搬して加工した。あまりに運搬が煩雑なため、1941年には山本に製錬所を建設するなど、輸送体制の軽減が行われたが、支笏湖の周運は昭和40年代まで続けられた。白銀丸19トン大阪の造幣局隣接の自社工場で電気精錬士造幣局で兼任。ありがとうございます。